んですか私の。シラフじゃないの、シラフだよ。シラフだよ、シラフじゃないよって、先週もシラフじゃないのって聞かれたんだけど、雑誌で見てからファン嬉しい。時間早いよね。お勉強教えてください。お酒飲むとテンション上がっちゃう方だね。ではあるけどシラフなんだよ今は。飽きるような不屈の輩はいないですマジで。よかった。やめないで、わかった。母の日何か送りました。なんか何送ろうかなって悩んで終わってる。なんかお花じゃなくて最近何欲しいんだろうって思って、それだけ。なんかまあ化粧品とかそういうの送ろうかなって思ってる。この前フラッシュで拝見した以来ファンになりました。紫の水着とっても可愛かったです。結構前からだ、ありがとう、嬉しいな。こっちも電車上がってきた、うおーってね。これからママって呼びます。私をママって呼ぶの。いいよいいよ、何でもいいよ。秋は一生来ません。よかった。じゃあこれやめなくてもいいか。ふわふわですね、ありがとうございます、ありがとう。毎年お花送ってる、偉いな。谷間の次はノースリーブね。なんかノースリーブさ、二の腕プニプニだからさ、なんか恥ずかしいんだよね、そっちの方が。ちょっと検討します、来週。タンクトップっていうか、あのなんかね、着るんだよね、ノースリーブのやつは。着てたんだけど、まあ検討します。一生ついていきたい。嬉しい。こんばんは。先生でもあり、ママでもある。みんなのママだよーでしょ。ええ子や。ありがとう。ママ、一人子供ができました。今、誕生してしまいました。笑顔が最高の癒し。ありがとう。プニプニもレイちゃんの魅力、ありがとう。恥ずかしがってもね、まくるよ別にね。これでどうこうなるわけじゃないから。ほらちょっと恥ずかしいんだよね、なんかそわそわしちゃう、出てた。大学生の子にはまだ見せられないです。見せちゃダメだよ。いつかファンクラブ指導室できるの待ってます。いやー、作りたい、作りたいよ。レイちゃんママミある？あるかな。全然、あ、ね、猫ちゃんたちが私の子供だって思って育ててるんだけど、そのせいかな、もしかして。こっちはどうかなってますよ。もし感じてる？よかった？よかったって言えばいいのかな。足フェチから胸フェチに戻りそう。よかった、みんなのママだよ、みんなのママだよ。全然ノースリーブはいい、じゃあちょっと考えとくね。二の腕フェチありがとうございます、よかった。画面越しでもすべすべそうなの伝わってくる。まあ一応まだね、年が、まだ若くいられてるので、体も 若いと思ってくれてるので。黒猫生徒子供ポケモンの進化、うん、そうだね。これ進化なのかな、すごいね、ミュータントみたいな感じだよね。スクショタイムもうちょっとで始まる、めっちゃおしゃべりしてた今日ね。ちょっと始まるのがね、5分ぐらい遅かったから、ちょっと5分伸ばしてもいいかなって思ってたの。かわいいです、ありがとう。ファンクラブできたら絶対入る、ありがとう。母性は感じるか。じゃあなんか、雑誌を見てからのファンですが、もっとファンになりました。ありがとう。さっきもなんか言ってくれてたね。嬉しい。急に現実的な視点。そうなんです。中学生の甥っ子にスマホ渡したら、どうかな。別にね、そんな、見られても大丈夫だけどな。時間過ぎるの早いよね。横向きね、ス
読書タイム何のポーズしてほしい？あのこの活動範囲内でできることかつまあ私がいっかって言ってくれそうなことね。いつものポーズとハートポーズね。やった、ボタンも開いてるのよ。これ以上は開かないんだ。またライブするよ。メロメロメロね。わかったよ。なんか油断したらハート出てくるから、これりちゃん今日もかわいい、ありがとう。ボタンさらに一つ外すサービスいけるかな。思いっきり寄せる、分かった。ちょっとねこれさっきでも一個開けたんだよ、閉めたのに。伏せの指を入れるやつ、分かった。この時間は特に人増えるね、嬉しいな。ただなんか無言でこうやってる時にさ、めちゃ増えてくのちょっと恥ずかしいなって気持ちにもなる。おいっ子さんの部屋に私の雑誌があったの、嬉しいな。まあ私を見たのか分かんないけどね。ポニテお願い、分かった。寄せてほしいと、いつものと癖のやつとポニテとハート、バントのギリギリの戦い、ギリギリするぜ。そのギリギリを攻めるのがやっぱり楽しいよな。オレンジの日もごめんねごめんごめん、何回も見ちゃってる。りっちゃん大好きだよ、ありがとう。一つずつ閉じましょう。人差し指を唇に当てるポーズ、分かった。横向きもね、分かったよ。グラビアの時の表情との差がある。19日からよろしくお願いします、ありがとう、楽しみにしてるよ。セーター取れました、ありがとう。待って、スクショタイムさせていった一旦ね、一旦ね、ちょっと終わった後にちょっとだけアフタートーク的なのシーンをね。肩の紐みたい、分かったよ分かったよ。じゃあちょっとコメントオフにするね。もうね、あのオフにした、オフにしたからね、分かった。いつものポーズからいくよ。なんか顔がね今日ね何もないからね。これでちゃったでちゃった。あとこれだね、こっちの方、いい、ね、韓国かわいいよね。あとはポニーテール、今日ポニーテールでやろうか悩んだんだよね。ね、雑ポニーテール、ポニーテールが好きなのかな。はい、あと横向きかな。横ね、こんなで変わんないつもと、こんなんです。あと癖でやっちゃうやつ、これ何してんのか分かんない。あとチラッチラッ、本当にチラで、あんまり見えちゃうとね読むないかなって思って。あとなんか言ってたっけ、みんな。なんか忘れてないかな。なんか今日忘れん坊でさ、嫌になっちゃうね。でもそれぐらいかな。ちょ、一旦戻すね。嘆いてる人がいないかチェック。
ただいま。あ、これだ。ありがとうございました。こんばんは。これ言うともともこもないんですけど、どんなポーズでも最高なんですよね。ありがとう。思いっきり痩せてるやつ、これだ。ちょっともうコメント閉じるの寂しいから、これで我慢して。これね、もう少しで200人だった。ありがとう。あのここ見るね、余裕がなくてね、いつも。福沢頼むの忘れた。これね、感謝です。収められませんでしたが、チラッチラッっていい目見られそう、よかった。持ち受けいいよ。なんか変な顔しなければいいよ、私が。今日も1時間ずっと可愛かった。好き、ありがとう。私もみんなのこと大好き。持ち上げたらどこまで持ち上がりますか。どこまでも持ち上がりますね、これは。持ち上げようと思ったら、俺がスタッフだったら今頃鬼ライン、いつも来てないな。ママえぐいよ、ごめんね、こんなままで。別に困っちゃう。これを毎週見られる喜び、よかった。いつもお疲れ様。疲れてないよ、楽しいよ、ありがとう。いい、スタッフもインスタも心が広い。本当だよ。まあスタッフさんも置いておいてもさ、インスタライブさん本当にありがとうございます。出ちゃった。そう、出ちゃうんだよねこれ。神回決定ですね、よかった。ママありがとう。最高のママありがとう。そう、私もみんなもさ、テンション高いよね、ちょっと。オール無罪ありがとう。イベント行くから体調万全にしてね。体調は気をつけて。私はもうピンピンだから大丈夫だけど、友達をママに合わせられません。そんな合わせてよ。どんなこと仲いいの。スクショタイムはコメントできないから、ヒヤヒヤするしかできない。ヒヤヒヤさせてるんだ。優しいな。今週も頑張っていけそう。頑張れ、応援してるよ。みんな頑張ってね、お仕事ね。学校も頑張ろうね。始まったばっかりで連休明け嫌かもしんないけど、仕事も学校も何でも嫌かもしんないけど頑張れ。インスタのスタッフさんも喜んでいらっしゃる。そうかな。片日もゆっくりみたい。ちょっとそれはチラッチラッで勘弁して。来れてよかった、ありがとう。毎週テンション高いとこっちも上がる。じゃあテンション高くいこう。片日も写真集で見せてください。すごいいいこと言ってくれる。じゃあ写真集出せるように頑張るから、みんなも応援してね。相変わらずセクシーすぎて、うん、最高、ありがとう。自分でリクエストするのちょっと心配になるという矛盾。ありがたいといいのかが、そう、みんなを考えてること一緒だね。あ、生誕祭行きます、オッケー。ノンアルでも楽しもうよ。明日からも頑張れる、よかった。うさぎのワンポイントかな。これうさぎじゃないんだよね、これ実は違うんだよ、ほら鹿さんなんです。あ、4分だ。今週もありがとう。るいちゃんも頑張ってね。ありがとう。ありがとう。みんなの応援で私は頑張れる。明日からも生きていける。私もだよ。今日も楽しかった。また来週ね。来週、まあ、ガチで、ガチのお会いしましょうだね。言えてよかった。嬉しい。リさん見ると癒される、嬉しい、めっちゃ可愛い、ありがとう。お疲れ様でした。みっちゃん大好き、いつもありがとう。私も大好きだよ、いつもありがとうね。
イベントの次の週でいいのでタンプレ開封配信したいしたい。それまでちょっと撮っておこうかな。そしたらにしようかな。ちょっとね、終わる時間が遅いからその時にインライしちゃうとさ、みんなもうバタバタとかクタクタとかかもしれないから、今度ね。なんか全然来てくれるだけで嬉しいし、おめでとうって気持ちだけで嬉しいけど、なんかそう、あの物もね、プレゼントとかもあったら全然持ってきてくれて喜ぶし嬉しいし、なんか遠慮しないでください、何でも。サザエさん見ると休みが終わって鬱になるけど、ルイさんのインスタを見ると頑張ろうってなる不思議。よかったよかった、ちゃんと頑張ろうって気持ちにさせられて。写真集絶対買う、ありがとう。また来週も会いに来てね、土曜日ね。ありがとう。ママも家事頑張ってね、家事頑張るよ。お疲れ様、ありがとう。またね、また拝ませて、またじゃあ来週ね来てね、土曜日の、まあでも18時とか19時くらいかな。愛する、ありがとう、頼むよ。今日も楽しかった。スクショ SNS 上げていいよ、いっぱい上げてくれてる人もいるからね。コスプレしてない方がかわいい、ありがとう。あせーの活力、今日もお疲れ様、ありがとう。お疲れお疲れ、カエル。カエルさんかわいいね、またね。お疲れ様、また明日も頑張るから、るいちゃんも無理しないように頑張るよ。ありがとう、全然無理してないからね、ありがとね。おやすみ、おやすみ、まだ早いかな。これから仕事の人は頑張ってね。